はい、ここではですね、新たにリリースされ進化を遂げたスタジオ1.4.5 の解説を行っていきます。当バージョンはユーザーの要望を数多く取り入れ、スタジオ1最大の機能に焦点を当てて開発したと謳われています。現在スタジオ1.4をお使いの方は無償でアップデートが可能です。新機能はもちろん修正点を含め70項目以上の機能が追加されています。この中でも目玉の新機能、そして実際に使用してみて非常に便利と感じた項目を厳選してお伝えしていきます。それでは早速いってみましょう。まずこのミックスコンソールですね。この部分に多くの機能追加されています。一つ目が入力コントロールです。この部分クリックしますと入力コントロールありますので、ここにチェックを入れます。ゲインと位相反転スイッチが出てきます。このゲイン、このようにボリュームコントロールできますけども、フェーダーと何が違うのかといったところですね。このゲインはトラックの頭でボリュームコントロールを行うことができます。例えばですね、このようにコンプレッサーをかけていて、コンプに入ってくる前の音量を最適化したいというような場合に便利で、この部分からこのような形で最適なボリュームをコントロールすることができます。このフェーダーはエフェクトを通った後のボリュームコントロールになりますので、このフェーダーによってエフェクトのかかり方は変化しません。このような形ですね。そして位相反転スイッチついていますので、生ドラムなど複数のマイクを使ってレコーディングされた素材はもちろんなんですけども、このようにトラック同士の位相を確認しながらサウンドメイキングにも使用できます。そしてこのメーターの表示にも新機能が加えられています。この部分拡大してみましょう。メーターを右クリックすることでピークと RMS 両方を確認することができるようになっています。これを選択した際に RMS の長さを設定することもできます。 RMS 一般的に3秒間と言われていますので、こちらを選択しておきます。そしてピークホールドの表示、ホールドの長さも指定可能です。この部分がピーク、そしてこの白い部分が RMS となります。この一番下プリフェーダーメータリング、これを入れますとこのフェーダーの値に関係なく純粋なボリュームを監視可能です。これらを組み合わせるとさらに効率よくミキシング作業を進めていけるかと思います。そしてトラック同士のグループ化、このあたりも分かりやすくさらに詳細をコントロールできるようになっています。まずグループ化したいトラックを選択します。シフトキーを押しながらトラックを選択することで間に挟まれたトラックすべてを選択可能なほか、Mac コマンド、Windows コントロールキーを押しながらクリックすると、離れたトラックの選択、解除を行うことができます。トラックを選択しましたら、この空いている部分、右クリックしまして、選択されているトラックをグループ化、これを選択します。このように名前を付ける項目が出てきますので、任意の名前を付けて OK をします。これでこの2つ、グループ化されました。例えば移動やカットなどですね、編集も一括して行うことができます。このグループを分かりやすく表示してくれるのが今回の新機能になります。入力コントロールと同様にこの部分をクリックします。そうしますとこの中にグループアサインというものがありますので、こちらにチェックを入れます。トラックの下にこのようにグループ名が表示されるようになります。もちろんこのグループは複数作成が可能です。このグループの状態をさらに細かくカスタマイズすることもできます。このグループボタンをクリックします。現在のグループがすべて表示されます。このポイントをクリックするとグループの解除。もう一度クリックするとグループが有効になります。このグループ名、右クリックしますと連動させる項目を決めることもできます。現在パンが有効になっていませんので、グループを設定していたとしてもパンは個別に動きます。パンを有効にしますとこのような形で連動すると。グループが有効になっている場合はこの項目すべてが連動しますが、一時的に解除したいという場合もあるかと思います。 Mac オプション、 Windows Alt キーをしながら対象のトラックをエディットすることで一時的にグループを解除して個別に編集を行うこともできます。これはこのタイムライン上も同様になります。キーを押しながら編集することでこんな感じで個別にエディットが行えます。次に制作でよく使用するサイドチェイン、この設定も非常に快適になっています。例えばこのベースに対してキックでサイドチェーンを適用します。まずは対象のトラックにコンプレッサーを適用します。サイドチェーンを有効にします。この部分ソースというものが用意されていまして、何をトリガーにするのかというのを素早く指定可能になっています。今回はこちらキックですね。あとはですね、コンプの設定を行えばこんな感じで素早くサイドチェーンが適用されます。このキックの鮮度を確認してみますと、すでにルーティングが組まれている状態という感じです。このサイドチェーンの効果を他のトラックでも使用したいという場合も多いかと思います。例えば今もう一つのベース。このコンプをドラッグするだけで、このようにサイドチェーンの状態を引き継いだままコピーが行われます。この時点で自動的にキックの鮮度も追加されています。
サイドチェーンの適用を圧倒的に効率化できます。プラグインつながりで紹介したい機能がこの上メニュー表示から確認できますプラグインマネージャーですね。右には現在スタジオ1が認識している全プラグインが表示されます。プラグイン名の左、このポイントを消灯させることでエフェクトやプラグインの表示を非表示にすることができます。製品によっては VST2、VST3、そして AU、すべてがこのリストに表示されますので、ちょっとわかりづらいといった場合にこの部分非表示にしておくと便利です。この左部分のフィルターから目的のプラグインを素早く探すことができます。例えばスタジオ1純正、リワイア、VST を外して AU だけを表示させると、このベンダーはプラグインの開発メーカーとなります。一度すべての選択を解除して AU、そしてネイティブインストルメンツのようにですね、絞り込みを行った後、リストからは外しておいて VST の方を中心として使用するという使い方もありですね。すべてを隠すを押すと一斉にプラグインの表示を外すことができます。表示したいプラグインが少ない場合は一度すべて隠して必要なものだけをチェックという使い方も便利です。そして今回インストルメント音源の CPU 使用率にも改善が加えられています。スタジオ1のユニークな機能として、既存の音源の上にさらに音源を重ねることで1トラックの中でマルチ音源を組むことができます。この時の CPU 負荷がスタジオ1の純正音源で約 70%、 コンタクトなどサードパーティー製のインストルメントでは約 50% 削減されています。またスタジオ1純正のマイタイ、プレゼンスなどはこのように単体で立ち上げたとしても大きく CPU 使用率を低減することに成功しています。ここからは編集系の新機能を紹介します。まずスタジオ1-4から搭載されたこのコード機能、このコードサウンドをプレビューできるようになりました。設定方法も非常に簡単で、このコード視聴を点灯させるだけです。あとはこのように選択したコードのサウンドが鳴ると、コードを決めていく流れが非常にスムーズになります。またコードトラックのインスペクター、このコードを視聴にチェックを入れますと、コードネームをクリックした際にコードのサウンドを確認することができます。このコード演奏の音源を自在にカスタマイズできます。コードを鳴らすための音源を追加します。あとはコードトラック、インスペクターのアウト部分、ここからコードを演奏する音源を指定します。今ですとマッシブを選択します。そうしますとコードサウンドが選択した音源で演奏されます。そしてこちらも便利です。上部に配置されているクオンタイズ、そしてミディやオーディオのクオンタイズ値、これらを個別に設定できるようになりました。例えばオーディオ編集は8分音符、ミディ編集が32分とした場合でも、各ウィンドウのクオンタイズ値が独立して保たれます。拍を無視して自由にエディットできるスナップも個別に設定可能です。そしてMIDIには音楽機能メニューが追加されています。イベントを右クリックして音楽機能、もしくはMIDIエディター上のアクション、ここからメニューを呼び出すことができます。もちろん以前のバージョンから備わっているという機能もありますが、各項目の把握やアクセスに優れている点に加えて、ノートをクオンタイズ、ミラー、マビク、これら項目も新たに追加されています。そしてイベントやトラックに対してのロック機能が追加されました。この機能によって誤ってイベントやトラックを編集してしまうというリスクを避けることができます。まずロックしたイベントを選択して、上メニューイベント、時間ロックを切り替えるでイベントのポジションがロックされて移動を制限します。編集ロックを切り替えるでは移動は可能ですが、内部のエディット、パターン自体のエディットが制限されます。これらを解除するにはもう一度このメニューを選択します。もう一つ、トラック自体にロックをかけることも可能で、目的のトラックを右クリックします。この中に一つのトラックをロックというものがありますので、これを選択します。この段階でトラック上すべての編集が無効になります。もちろんこれは複数のトラックを選択してロックを行うこともできます。解除の方法も同様で、右クリックのメニューからロックを解除となります。そして今回の最後に、スタジオ1のエクスポートにも新機能が加わっています。スタジオ1へ読み込んだ動画に対してサウンドエディット、そしてその作品をビデオとして書き出すことができます。上メニューソングからビデオエクスポート、これを選択します。ビデオフォーマットや範囲、サウンドを指定して書き出すことができます。そして通常のサウンドのエクスポート機能、上メニューソングからミックスダウンをエクスポートを選択します。まずこのオプションにモノラルミックスが追加されています。そして書き出しフォーマットの中に M4A が追加されています。 AAC や ALAC、 ビットレートも指定可能です。また MP3 ファイルからはサウンドに合わせた可変ビットレートでクオリティを指定して書き出すこともできるようになっています。はい、いかがでしたでしょうか。このようにすぐに制作に取り入れていける便利な機能が満載となっています。スタジオ1-4をお持ちの方は無償でアップデートすることができますので、ぜひお試しください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。